はい、皆さんこんにちは、マイチクです。いつもと違うゲームですね。プロスピですね。みんなねやってる方が多くて、ついつい僕も始めてしまったという形ですが、これやってみて本当にね、楽しいです。ただ僕ね、知識が本当なくて、やってて楽しいものの、まあね、すでにたくさんやってる方々からすればね、もう少し勉強しろよというところがねたくさん出てくるかと思いますが、まあ、初心者なりにね楽しんでいく動画として見ていただければと思いますが、まあ、今日はですね、前回いただけたもので、まあ、抽選会でねゲットしたものをまとめて引いていこうと思います。頑張って1500エナジーほど今貯めてるんですが、これはねまた後ほど引いていこうと思いますので、まず初めての動画としてね、この抽選会でゲットしたもの含めて全てね引いていけたらと思っています。はい、こちら S ランク契約書シリーズ2ですね。こちらと、この 10% 契約書、これはまあログインボーナスですね。そしてこの投稿キャンペーンの S ランク契約書1ということで、まあこのシリーズ2と、そしてこの契約書はね S ランク確定ということでしょう。そしてこの 10% っていうのはねもう確率なので、まあドキドキワクワクしながらね引いていけたらと思いますが、まずはこの 10%、まあ、確率がね低いので、まあ、当たるかどうかわからないというところからね引いていけたらと思います。はい、でもねこの A ランクも後ほど役に立ってくるでしょう。では S ランク確定で引きたいですね。こちらから引いていきましょう。さて、持ってないフランク来てくれまして、長野選手ですね。こちら、ニューということで、シリーズ1のね選手ですが、これね後で少し見ていきましょう。そしてこちらが、まあ、抽選会 E 賞当選の募集ということで、シリーズ2の選手、さて誰が出てくるでしょうか。これは大城選手ですね。これシリーズ2 S ランクということで、まあこれ僕の持ってない選手ですので、まあほとんどね持ってないんですけど、まあ良かったというところでしょう。本当ね皆さんにお見せするのは恥ずかしいものなんですがね、これちょっと見ていきましょう。はい、現在僕が持っている選手はこんな感じですね。それでこのね無料アニバーサリーの、スカウトありましたよね。こちらで僕ね山本選手ゲットできました。これねなかなかの選手みたいですね。ほんと知識不足で申し訳ないですが、まあ、引きが良かったということで、いやなかなかねこのゲーム結構僕引きが良くて、他のゲームでは全然ダメダメなんですけど、まあ、今日ゲットできた選手もね、こういうところをね、ほんと勉強しないとダメですよね。ただいろんな YouTuber の方の動画を見させていただいて、このね、代打の神様とかね、こういうところをね、少しずつ理解はし始めていますね。そしてこちらですね、大城選手は、このミートパワーとかでね、皆さんすぐわかるんでしょうね。これ固め打ち。はい。ということで、まあ、この2人ですね、今日ゲットできたのは、まあ他の選手たちはね本当こんな感じで、 S ランクの選手もまだまだ少ないです。この西川選手 S ランクで、そしてこの選手、A ランクも僕持ってるんですよね。あの A ランクの選手を、レベル上げる必要性っていうものもね、皆さんに教えていただいて、少しずつねこのプロスピをね理解し始めた、まあ本当ねそんなレベルです僕は。これから少しずつね、上達、理解もしていけたらなとね思っていますので、ぜひ皆さんね優しく教えていただけたらと思います。まあ、今日はねこういう感じで S ランクの選手も増えましたし、まあ、僕がまだ分かってない選手の特性含めてね、そのレアリティとかもあると思うので、まあ良ければコメント欄の方にね入ってくだされば非常に嬉しく思います。今後もまあ知識不足ではありますが、少しずつね知識をつけながら動画投稿していこうと思いますので、よければね、普段はね車ゲームの方も投稿していますが、
こちらの方も投稿していこうと思いますので、まだの方はぜひチャンネル登録とか、していただければと思います。はい、今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。